非常に病気に弱いとか、収量が少ないとか、それから、まあ、収量に関係あるんだけど、長い期間取れないという、そういう大きな欠点があって、生産者そのものがやっぱりこうやめるようになったんです。よく燃えてますね。去年はあんまりこうなかなか燃えなかったのと思ったんですが、年によってね、天気の具合で燃えたり燃えなかったり、今年はよく燃えてますね。獅子の脇から伸ばしてくれ、そこのスネパーとこさ。種が軸出てきて、芽を取ってもいい時期な。もうちょっと、もうちょっと、もう少しやれば一番いいところなんだけど、こういう風になりますから、この中のゼリーを食べて、この種がだんだん大きくなって実が入ってくるな。これが大きくなるまでは土からずっと栄養分を取って、こういう風になる。手でやっても大丈夫だからな。そしてこういう風にして、水のあるところでこう落としてやって。